はいどうもこんにちは、こんばんは、マスコです。本日はですね、8月の31日ではなくて9月の1日です。私は会社を有給を取って休みまして、現在はここ地元新潟県胎内市黒川というところに帰ってきてます。で今、こう実家から撮影しているということです。で、ですね、何のために帰ってきたかっていうと、はい、こちらなんて書いてるか読めますか。これ神中組と書いてますね。お祭りです。お祭り、僕の住んでいた新潟県胎内市黒川というところでは8月の31日と9月の1日2日間ですね、黒川祭りというお祭りが開催されます。で僕はそれに、小学校の頃からですね毎年出ておりまして、そういうことでね、今年も社会人になった今年も、帰ってきてお祭りに参加しようということで、現在こうやって動画を撮っているわけです。はい、ということで早速ですね、このよくわからん T シャツとこのよくわからん短パンからハッピーに着替えたいと思います。せーの、はい、ハッピーに着替えました。こちらはですね、黒川祭りで着るハッピーになります。このね、園児のハッピーの下にこういう前掛けみたいなのを履いて着て、ほんで、下はパッチというこの白いのを履いて、で足は今裸足ですけど、足袋を履きます。こういうスタイルで、お祭りに臨むわけですね。はい、というわけでですね、本日9月1日は黒川大祭の2日目になるんですけれども、12時半からですね、出汁を引っ張ってこようと思いますので、そちらもね、動画撮ってきます。ということで私は祭りに行ってこようと思います。それでは後ほど。はい、現在弟と一緒に出汁が格納されている出汁小屋というところに向かっている最中でございます。ビバ、はい、これが出汁でございます。車輪は一つだけ。後ろから見るとこんな感じ。太鼓はありますね。あれで行けば鉄道見つけに。はい、こんな感じになっております。胎内市のご当地キャラヤラニャンも来ております。で今日はこれから、夕方それから夜、私は夜までとても短い時間になりますが、楽しく運行していきましょう。今日は平日ということもありまして、スタート大勢ではありませんけれども、これから徐々に大勢集まってきて盛り上がっていくものと思います。天候も今最高の天気ですが、我々を祝福するように降水確率は 100% ということになっておりますので、皆さん盛り上がっていきましょうね。ここまでよろしく。お疲れ様でした。今日は体調が大事と思いますけども、水分と十分とって熱中症にならないようお願いいたします。ヤラニャンもいるんで、元気出して盛り上がっていきましょう。
結構いるじゃん。ずっといたらさ。真ん中に入れてるの。これだよ、大丈夫。大丈夫。じゃあ、おっちゃんだよ。ちょっと。